ちを断られ、レイへの気持ちも冷めてきた。この世界はうまくいかない、神様はいないんだね。そんな日々が続いて、昨日転校してきた。元気で男混じりなアスカに一目惚れ、笑顔がとても可愛いね、よく言われるでしょう。その唇奪いたいよ、僕だけのものさ。この広い空の塔を、自宅に眠る初号機で、君には赤いスーツを、きっと似合うと思う。星